どうもお疲れ様です。いつもメールの方ありがとうございます。なんかこうやってねやり取りを毎日してると私もですね、あ、力がついたんだなっていう風に私の方からも思えるんで非常に嬉しいなと思います。結構ねこのペースはねコンサルをやってるのと似てますね。まあ、コンサルは週に1回の深い面談会をするんですけども、それで1週間の反省とかをするんですけどもね、でまた1週間の課題を与えたりするんですが、この毎日のねやり取りが本当に皆さんとできればねもっといいんですけども、毎日ともなると人数にキャパがありますんで、今十分こうやって、ね、対応できますんでね、どんどん送ってください。これがね増えてくると今度できなくなってきますんでね、なんとか私もね、自分で作った FX オリガルヒの生徒さんに一人でも多くの成功者を出したいんでね、もうこれからも頑張っていこうかなと思いますんで一緒にやっていきましょう。今ね FX オリガルヒの、これちょっと雑談程度の動画ですけどもね、 FX オリガルヒの方には強い実績を出されている方何名かいるんですよ。大体ね私がねこの人はいつでももう独立できるな、もしくはもう独立してるようなもんだよなっていうのは FX オリガルヒが始まって1年経つんですけど5人いるんですよ。で1人はね43歳の女性の方で、この人はもう4年がかりだったんですけども、私のもうコンサルを一番最初に受けた方ですよね。それこそこの人のコンサルがあったからオリガルヒっていう発想になったと言ってもいいぐらい4年前に入門してくださって、で向こうの方からねコンサルをお願いしますって来て、最初はねコンサル費用100万ももらっていながら1年間全くプラスにはなんなかったんですけども、私の指導っていうのは目先の勝ち負けじゃないですよと、未来の資産ですよと、今実力がついたと思うんだったら結果勝ててなくてもそれは必ず自分の利益に反映されてきますっていうようなことをねずっと言い続けたら、それをね本当に信じてくださって2年目から400万か500万ぐらいね、もうちょっと忘れちゃったんですけども、利益が出せるようになってきてね、しかも1年目でもう全然お金が増えなかったのに、ここまで力がついたんだったら2年目から勝てるはずですとか言ってね、実際1年目の後半は結構いい成績出してたんですよ。でも前半のマイナスが全然埋めれるほどではなかったんですけども、でも1年目の前半っていうのはぐーっと落ちてきたんですけどもね、1年目の中盤からこうぐーっと上がってきて、もう伸びしろしかなかったわけですよ。で落ち込むことがなかったんでね、でいつかはそのいわゆる含み損みたいなのを突破してずっと利益の方に転じてくれるかなと思ったんですけども、それがねもう2年目ぐらいの途中からもう顕著になってきて、もう基本的にマイナスがありえなくなりましてね、1年間を1ヶ月単位で見ていくのと1週間単位での実力っていうのかな、金銭的な上下と、あとは私が見立てるところのどのぐらい実力が発揮できたか、でチャンスが全くなければそれはねワンエントリーが致命的なことになってきますんでね、そういうのもありますけども、さまざまな相関関係の中でかなり実力を踏んできたから2年目では勝ち越すだろうなと思ったんですよ。で私もね2年目でね大体ね 4,500 万ぐらいの含み益だったんですよね。でそれと同じような結果出ましたね。で3年目はもう1000万が見えてきて、4年目だから4年目ですよ、2000何百万とかになってきましたからね、なんか結構覚えてないですよ私もね。まあ2800万ぐらいだったんじゃないかな、それは私の結果だったかなと思うんですけどね。だからまあ本当にね FX のそのコミュニティっていうのは運営する方としては3ヶ月とか6ヶ月で期限を切った方が楽なんですけども、いや3ヶ月6ヶ月じゃこれね結果が出る人少ないなと私ずっと思ってたんですけども、だからね10年ぐらいを待ってあげないといけないなと思うのと、あとサポートが好きじゃないとダメですねこういうのはね。で私は結構サポートが好きで速稼塾をずっと10年間運営してきた、その下地もあるんで苦にならないんですよねサポートが、どっちかって言ったら楽しいわけなんですよ。ですんでね、なんかこう頼ってくれて、なんかこうご質問いただいた時っていうのは、あ、信頼してくれてるんだなと、じゃあ精一杯返さないといけないなって気持ちがどんどん膨らんでいくんでね、今回みたいなポン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 ご質問いただいたりとかね、シートが投げられるのはすごく嬉しいなと思ってます。まあ一部ね、その Q&A コーナーにも反映させていただいてますけども、本当に多くの人が知るべき、ご質問が多いですから、非常に的確ですね、こういうふうなね、あ、ちゃんとやってる人の質問だなっていうやつですよ、これは。はい、ではね、ちょっと雑談をもうちょっとさせていただいて、今回終わっていこうと思うんですけども、黒三平の件ね、これね、黒三平ってね、言うようになってきてるんですよ、だんだん。赤三平、サンバガラスっていうのが元々なんですけども、なんか赤三平、黒三平みたいな言い方になってきて、そっちの方がね、レギュラーになりそうです。でも私はまあ、古典的なね、FX の手法といいますか、もともとはこれ、サンバガラスって言ってたんだよっていうのね。だからこう、ここぞという時に、サンバガラスって言うと、お、この人分かってる人だなーっていうふうに、ハッタリが効きますんでね。まあちょっと基礎知識として知っておいていただければと思います。実際は今ね、これね、黒三平っていうふうに言うようになってきてるんじゃないかなと思います。多分、
私は見てませんけども FX の入門書とかでも黒三平赤三平って使い分けしてるんじゃないですかね、うん、なんかサンバガラスなんて昔の言い方ですからね。サンバガラスこれね1日に3割の利息を取る闇金のことなんですよ。これ昭和20年代の個人でお金を貸す人ってのはよくサンバガラスしたんですよ、うん、10万円ね例えば貸すときに7万円渡して明日10万返してみたいなやつですよね。昭和20年代とか30年代とかね、うん、まだ1万円札のない時代ですけども、なんかそういうサンバガラスでお金を貸す人って結構いたんですよね。はい、で、あといろいろね、ダイヤモンドの特徴を理解できました。ダイヤモンド本当あんまり出てこないんで、気にしなくていいかなと。ただ出てきた時はちょっと嬉しいんですよ。俺ダイヤモンド知ってるぜみたいな感じで。はい、レンジからブレイクの後、レジサボラインからのダウ転換も今後視野に入れて意識しておく。はい、レンジからのブレイクアウトを意識する。レンジはいつもブレイクアウトで抜けていきますんで。でちょっと例外的にレンジの後でまた次のレンジにちょこっと動くのもありますけども、結局これもブレイクなんですよね。ダイヤモンドにしてもエリオット波動は常に意識しておくことが重要。エリオット波動みたいな形で登ることはあるんですけども、エリオット波動の時にねあまりにも N の波動が大きい場合とか連続している場合っていうのはこれはエリオット波動的なんだけどもエリオット波動ではないかなっていうのは結構曖昧なね中間的な位置だなというふうに思っていくことができるかなと思います。そしてエリオット波動の後っていうのはさらに大きな上昇波ができますんでね、これフラクタル理論っていうんですけども、エリオット波動は小さなエリオット波動に大きなエリオット波動が重なるみたいなところがあります。フラクタル図形っていうのもどっかでね講座でやってると思いますんで多分目にすると思います。で大きくブレイクアウトするときは左側に這うものが何もないことが多い。そうなんですよ。だから結局ねこっちの方にギザギザの波があるとそれが抵抗になってこっちがね素直に上がっていかないんですよ。だからそういうのを意識しながらテクニカルトレードの投資家さんっていうのは動きますから、こっちに何か山がある時っていうのはあここで決済した方がいいなっていうふうに判断するから決済が集中するんですよ。で結果はこう押し目ができたりとかそこから転換が起きてまた下に行く、つまり大きなレンジができるっていうことになるんですよね。はい、で通常デイリーのチャートでは取引しないので1時間足で細かく保持線を引いて検証することも望ましい。勉強の時点ではデイリーを見てもいいんですけども、デイリーでテクニカルをやる人のそのこう思考とね1時間っていうのは全く変わってくるんですよ。デイリーっていうのはどっちかっていうとテクニカルじゃなくってファンダメンタルで動いてることが多いんですよ、うん、だから長期的な視点とかね、うん、だからなんていうのこの前5月5日ですね、昨日ですよね、昨日も米国雇用調整が入りましたけども、あともうちょっと前は FOMC もあったでしょ。あれっていうのは結局その FOMC の発表とか米国雇用調整の発表っていうのは21時半ですけども、その時点まではずっとテクニカルなんですよ。でもうすぐ材料があるなと思ったらテクニカルが心理的に抑えられてきてファンダメンタルに傾いていくんですよね。だん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 ですよ。で21時半に発表がドーンとありました。これはファンダメンタルですよ。ファンダメンタルは何かというと、米国雇用調整の発表によって判断して大きなロットをバシンとぶちかます人がいるんですよ。それがだからファンダメンタルで勝つ人。だからこう、バカンバカンと動くんですよね。で、それに対しては、テクニカルをまだ勉強中の我々としてはもう対抗できないんですよ。ファンダメンタルがあまりにもでかすぎて、もう嵐なんですよね。で、そこでイカダでこうやって漕いでも遭難しちゃいますんで、もう岸に上がっておきましょうって話なんですよ。でも、いずれですよ。いずれ、テクニカルがどんどん積み重なっていってテクニカルを操れるようになってきたらファンダメンタルに挑戦するようになると思います。その時は1日足で判断したり1週間でエントリーしたり、まあ、場合によっては月でエントリーしたりするんですよね。そうするとものすごく手間が少なくて利益がバカでかいんですよ。その代わりリスクもそれ相応にありますんでね。だから資金力をしっかり持って技術をしっかり積んでそれに頼るだけの精神力を身につけた時にファンダメンタルでトライしましょう、ね、でちょっと別の動画でもお話ししましたけども、私の場合は日銀介入が152円時点であった時に145円でショートをかけてね、要するにセルをかけて125円までのテイクプロフィットを20円で儲けてるわけですよ。これはもう本当にね年単位と言ってもいいぐらいの仕込みです。今のところちょうど135円で半分ぐらいまでいったんでね、ここで決済することも毎日毎日ね今日決済しようかなとか思うわけなんですけどね、うん、まあでもこれからねまた140円の方向に向かうことは考えづらいなと思っているところがあります。その判断は何でするかっていうと、ファンダメンタルの情報とか判断が積み重なってそうなってるわけなんで、一言では全然言えません。で、テクニカルってのは一言で言えるんですよ。ね、ここにダブルトップがあるでしょって終わりですからね、うん。だからすごくね、テクニカルは簡単です。ですんで、攻略していきましょうということですね。はい、すべての時間軸で多くのレンジが示されている。ブレイクでレンジがつながれている。そうなんですよね。レンジとレンジの間はブレイクアウトがあってトレンドが瞬間的に発生して、そのトレンドが
含み益を利益に変えるこう大きな資金を持っている投資家さんのおかげでレンジに収まっていくんですよね。だからブレイクっていうのはね、もうね、でかい資金を持っている人の利確によって起きるか、もしくは新たな資金投入によって起きるかなんですよね。とにかく場面を主導しているのは大きな金額を持っている少数の人ですね。で、チャートは特別な形は出ない。いつも同じ形が出るので、次はどの形が来るのかを自分の中でストックしておけば、ロスや失敗が少ない形でやっていける。そう。これがつまりテクニカルっていう考え方ですからね。もう本当同じパターンでよく出てくるんで、チャートを見た時に、あ、これはこのパターンだな、もしくはこのパターンが出そうだなっていうふうに、こう、一歩前とか半歩前で気づけるようになると、もう結構楽になります。ただ、これが見えてくる人と、まだ見えない人とで、こうものすごくね、私はいつも思ってるんですけど、伝えやすく言わないと分かんないなっていうところなんですよね。だからどう伝えやすくするかってことで、まずはこう動画でお知らせすることとかね、仮説をいくつか用いることと、あとは皆さんにも共通認識であるだろう、テクニカルトレードのフォーメーション分析っていうのは皆さんがもうマスターしてると思って、ここには何のフォーメーションが来てますよっていうことをお知らせするんですよ。で、そのフォーメーションって何ですかとか、その形はどういったところから出てきたんですかっていうふうになっちゃうと、ちょっと私のお話もね、通じないんで、初級編、中級編は、この FX のオリガルヒとかね、それから FX コンサルに来た人はもう頭に入れといてほしいなっていうところですよね。はい。以上かな。はい。いろいろと本当にありがとうございます。長い話になりましたけども、今回も以上でございます。頑張ってくださいね。土日間もね、6、7土日でございます。どんな土日をお過ごしになるんでしょうか。そして19週目、8日から始まりますね。8日からの、そうですね、FX オリガルヒも1年経ったんで、その今週はどんな材料があるのかってことを一応ね、私の方からもうお知らせしながら進めようかなと思いますね。もしかしたら、皆さんね、材料のことをあんまり意識してないかもしれないんで。で、材料をどういうふうに意識していくかってことも込みで、ちょっと2年目からはね、FX オリガルヒお届けしていきたいなと思いますね。ファンダメンタルもね、どっかでね、今のところコンサルだけでやってるんですけどもね。まあでもファンダメンタルはいいか。ファンダメンタルちょっと今のところ、FX オリガルヒの中には入れないでおきます。触りだけたまにお話しするようにします。それではお疲れ様です。